メンバー減ったんだよ、ほんまに。いや、もう一人減る予定があるんですよ。もう一人減る予定があるんですよ。ゼロ今なんか冗談っぽく始めたんですけど、結構マジで。ガチです。予告です。もうほんまに言えなくて、これは。ヒント言うと、すくみず。はい、すくみずです。大ヒント言えば、まさや。俺や。まあ、家は、日本町のセブンイレブンです。ここまでしか言えません。いいすぎ。というわけで、ナオ君可愛くなる。はい。あいつやめなんで。マジで。おう。マジか。あいつやめなかったらね。サムネイルに映られるじゃん。違うよ。なんかお前が聞いて。俺が聞いたには、周りの環境が悪くてやめざるを得なかったと。このまま今日来てくださった皆さん、もう応募がすごかったです。マジで。まず、ね、今日来てくれた精鋭たちをですね、僕が面接しまして、はい、で、まあ、一人一人落としていければます。はい、一人一人、3分なきまで今、カンプルしていけない。それでは、実際、始めていきたいと思います大学大学生みたいな感じの、うん、28です。すいません。すいませんでした。めちゃくちゃ若い。名前とまずどこに住んでるかいいですか。はい。スーチハヤトです。スーチ。スーチ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速なんですけども、夜の独り言に入りたいという思い、熱い気持ちなんかちょっと教えていただけますか。東京の方にですね、イベント、はい、っていう仕事をちょっと好きで自分でやってて、まあその。最初はカラオケ館の一番でかいルームとかを抑えて、40人ぐらいで、そのカラオケ歌いみんなで歌いながらこうイベントしたり。でも一人40回に1回しか歌えない。いやでもみんなで合唱しましょうってやって、前でこういうイベントとかっていう仕事っていうのが結構僕は好きで、ただちょうど関東に行った時がコロナがその流行ったので。そういうところで企画とかそういうところに進むってなったらやっぱ怖くて、うん、その手出せへんくなってしまったんですよ。まあでも人と、まあ、触れ合うことに慣れてるというか、そうですね、まあ、結構40人相手にするっていうのは結構大変なことですから、はい、まあ、それが結構慣れてるのはすごいプラスポイントもあると思いますし、はい、やっぱりその楽しく仕事したいっていうのが、うん、その一番にあるので、はい、その今の仕事を楽しくじゃあできてるのかって言われたら、まあ、いまいちそのはいとは言えないっていうところで、やっぱりその自分の好きなこととかを仕事にできたらなと思う。そうですね。でも全然思んないですよ、夜の日は。でも楽しく仕事できればいいんですか、夜の日ということじゃなくても。なぜ夜の日ということがいいんでしょうか。フィッシャーズがでもいいんですか。じゃあフィッシャーズが良かったんですか。じゃあそれフィッシャーズがいいやろ。なぜ夜の日ということメンバーオーディションっていう動画を見させていただいたときに、うん、その夜の独り言とか、夜の人笑いとか、その見とったんで、そのしっかり言ってた。詰まってますけど大丈夫ですか。じゃあフィッシャーズがもしも新メンバー募集してたそこにいてたということですか。いやわかんないです。でも仕事の拠点が、大阪っていうのもすごい僕の。じゃあフィッシャーズが大阪でしてたらフィッシャーズに入ったんですか。わかんないですね。じゃあ僕たちがメンバーに見たくなるような自己 PR お願いします。経歴とかです。人見知りがないっていうのがまず一つ。確かに堂々と喋れてるのが柔軟にこなせるぞと。そうですね。なるほどね。裸で帰省とか。それがちょっと僕たちの合格ポイント。メンバーにトランプとかマジックとか。裸でマジックっていうのが裸できますね。裸でボーリングもできます。あ、よかったです。裸でカラオケ40人集めたら何もなれると。確かにね、でかいですね。最後何かそうであればお願いします。そうですね、動画作りとかはちょっとまだ知識的にね、もちろん最初はそうですから、何も動画を楽しくできるようにお手伝いできたらなと思います。気になっていただけたら
よろしくお願いします。ありがとうござい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 ました。ありがとうございました。次の方どうぞ。はい、どうぞ。どうぞ。こんにちは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 。座ってください。どうぞ。やっぱ一番の未来地図奏でさせてもらう。愛してる気候へってもらう。はい、そこでノックで怒ってはったんで。あ、そうですね。そこできるかちょっと見てたんで。やっぱり、そうですね。だいぶ陽気な方です。陽気な方です。はい、説の方を始めていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。え、もうかわいい。え、お前、目の奥笑ってないんです。笑ってもらえる。じゃあ僕たちが企画でエクボに水を止めさせてほしいって言ったら止めさせてくれるんです。え、まあ取ってもらってね。シャーッ。あ、マジか。はい、はい、行きます。ありがとうございます。お願いします。まずお名前とどこに住んでるか、はい、いいですか。はい、アップルネームでいいですか。あ、いいんですよ。松井美奈です。松井美奈ちゃん、はい、じゃあ次、はい、はい、夜の一人に入りたいと思う気持ちだ。あ、女性が入ったら、はい、やっぱいろんな撮影のコンテンツが増えると。みんな言ってるやん。でも、はい、私喋るのほんまに好きなんで、結構喋りがあれじゃないですか、はいはいはい、交われるかなっていう。なるほどね。はい、スパイスになる。僕たちがメンバーに入りたくなるようなあの経歴や自己 PR みたいな。え、大丈夫ですよ。あ、配信してました。お、どういうのやる経歴や。17ライブしてます。あ、17ね。会話の方が自分も楽しいし、うん、自分をやっぱ最大限引き立ててくれるし、引き立てれると思う。なるほどね。いいかなと思います。めっちゃ、はい、まあ、確かに17ライブとかやってる人だいぶ強いから。何で自己 PR みたいなのあります？自己 PR、 私はこんなんだぞっていう。え、絶対に必要と思ってもらえるような人材だと思います。あ、なるほどね。なるほどね。いや、こういうの欲しかったからさ。僕たちそのやっぱ女性ファイトのさすがみたいなのじゃなくて、セクハラとかはすごい。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫なんですか。大丈夫。下ネタと言うんですけど。あ、全然 OK です。本当ですか。はい、あ、ありがとうございます。下ネタ20分。下ネタ20分。あ、花丸で。花丸で。セクハラ花丸で。あ、大花丸で。大花丸で。エグい会社。じゃあ、最後に何か一言で言い残したことあればぜひ。もう本当に入りたいです。ありがとうございました。はい、次の方どうぞ。2024年、まさに。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。なんで来た。これ俺の高校の友達。できた。なんかトップが言うじゃん。めっちゃ好きやん。めっちゃいい匂い。まあ、じゃあ座っていただいて。すいません、失礼します。これはほんまにまだ可能性あるかも。俺にも言ってさ。まず名前とどこに住んでるか、あと誰と友達か。池原はやて。してます。はい、そしたら夜の人ということに入りたいと思う気持ち、熱い気持ちを教えてください。ありがとうございます。いや、ないよ、はい、2社目入って4日で辞めた。ガチ。ほんまに入る気じゃん。まあ、だから言ったら2ってね。バイトしてるけど。じゃあちょっと熱い気持ちを伝えてください。あ、そうですね。はい、人生はいいじゃんかもしれない。いや、もちろんそうですね。言ってる話じゃないですか。はい、もちろん。嘘つけよ。嘘つけよ。お前嘘つくな、お前。どう、ほんまに嘘ですね。なんでや、なんでや。めちゃくちゃ。あ、そうか。下がり屋っていうところも。ああ、じゃあ、このまま。YouTube の中では、ちょっと、アホのところもある。節約できるから。なるほどね。アホはほんまです。
ほんまにあります。なるほど、よくやれてますから。相当なあるな。僕たちがメンバーに言いたくなるような経歴は自己 PR。 なるほど、はい、任せます、はい、入れたいこと思わせてください、はい、社会人経歴は3年半ぐらいありました。おぉ、はい、で、その中でやっぱり営業するのでコミュニケーションとかもちろん、はい、あとは、企画力とか、まあ、YouTube に、まあ、必要なんですけど、そうでしたね、分析したり、数値分析したり、額出したり、おぉ、やっていきます、私です。めっちゃええやつじゃん、これ。まあ、最初どうなっしょということで、最初からなんか、飛び込みやすいって。そうですね、それの話、確かに。これ、今からなんだ。一番上の YouTube に必要なのは、信頼関係とか。うん。まあ、信頼とか。信頼関係とか。何も言ってないのあります。一応僕最初にやった仕事4日で辞めてるんですけど。いや、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。俺やそれ。ありがとうございます。ありがとうございます。次の方どうぞ。どうぞ。お願いします。どうぞ。どうぞ。もう何ちょっと待って、履歴書持ってきたんじゃん。履歴書持ってきた。電話番号そしたら夜の仕事に入りたいと思う熱い気持ちを教えてください。はい、自分は今までエンターテインメントの世界がすごく好きで、まあ、動画制作もそうなんですけど、今までずっと動画制作の仕事に就きたいとか、そういう高校生の時とか思ってて、でそこから高校卒業した時にどうやったら、ね、その今の自分のこの夢っていうか叶えられるかなと思ったら、やっぱもう YouTuber さんとか今いっぱいいるじゃないですか。はい、そこで実績を編集して実績を積むしかないと思って、いろんな YouTuber さんにもう DM だったりメールだったりを見て、でも返してくれる人もいて、でそこからちょっといろいろやらせてもらって、今は一応なんかやっぱ自分も目立ちたがり屋なんで、やっぱ自分が出てすごい編集とかしてやりたいなと思って、やっぱその気持ちが強くなって、で第二の人生にやっぱ、そういう YouTuber とか目指してたので、今いい機会でオーディション、新メンバーオーディションの開催が体験して、でもこれは自分しかないなと思って今おります。熱いやつ来たね。熱いやつ来たね。いや、いっぱいあるもんな。熱いやつ来た。今までの新築人じゃなかったですね。まあ、行動にもちゃんと移してるというのが確かに、ね、すごいかなと思いました。なんかやりたい人結構います、やっぱり。けど、行動にちゃんと移してるっていうのが、やっぱ僕たちのでかい。今まで、その、仕事を取るために、研修の仕事を取るために、大阪もそうですし、北海道とかも行きましたし、その人の会場か、この今日のオーディション会場か、海外でも来てます。最後に、何か一言ありますか？いや、もう自分しかいないと思ってます。このメンバーになる、絶対自分取った方が絶対いいと思います。そうですか。なんか一発ギャグとかもしできたらいいですけど。一発ギャグですか。なかったら会えなかったらいいんですか。あ、いや、なんかやりたいっすね。すごい。近くの方がいいから。あ、ここはいいです。見れない。餃子。次の方どうぞ。親知らず抜いた。
い、こうきです、ね。はい、住んでるところは大阪で、地元の多分近いですよね。柏原市で、東大阪市。夜の独り言に入りたいという熱い気持ち、ちょっと教えていただいていいですか。そうですね、やっぱり一人、ね、大山さんが幼馴染で、ね、コメント入ったりしてて、はい、入れるんかみたいなコメントがいっぱいあって、でもその中で僕やったら全然入れると思ったし、ゆえ、仲良くもさせていただけると思いましたし、宮城県のやっぱり何より僕、話めっちゃ上手いんでどうやったら、その爪痕残るとか、いや、ゆえやお前、どうやったらみんなが楽しいと思ってもらえるとか、そういうことを常日頃考えながら来てるんで、今日来てる誰よりもかは絶対に僕が一番入って貢献できるかなと思ったんで、まあ確かに前回も一番爪痕を残してくださいましたから、一番企画のことを考えてくれてたのかなと。やっぱり盛り上げ上手ってことですよね。はい、僕たちがメンバーに入りたくなる、入れたくなるような経歴や自己 PR、うん、まず僕は英検12級と漢検3級とで、そろばんもやってましたし、書道もやって、水泳もやってたんで、習い事をこう小学生とか中学生が俺のポテンシャルポイントからの時すごいみんながその やってるような習い事は一旦全部網羅してる。そうだ、そうまさか結構すごい人なの。そうですね、英会話もやってましたし、特技とかありますか。言いたい、一発ギャグでもいいです。一発ギャグいいですか。いいですか。じゃあ一発ギャグでめっちゃ半日なふなっしー、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 ふなっしー。いや、それロシアの領土やないかい。素晴らしい。俺らがあの人の北方領土なんや。で、なんかまさに何かあります。こう動画見てて、はい、まあ、遅刻もしてて、そうですね、で、まあ、喧嘩オーディションしてそのぐらいに、あのね、住所をちょっと言っちゃいめっちゃ見てるやん。それで、まあ、終わってて、まあ、でも僕は、まあ、分かってて、実は松田君が情熱あるのも分かってるし、でも、まあ、乗って生まれた佐賀って、やっぱりどうしても自分では止められないと思うんですよ。なるほどね。でも、まさや君がそうやって嘘ついたり、音楽悪かったり、遅刻したりっていうのは、やっぱり自分に自信がないからなのかなと思って、ね、それはやっぱりね、で生まれなかった者同士でしかね、傷を癒やせないと思って。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。じゃあ、コーヒーよ。コーヒー。次の方どうぞ。はい、失礼します。どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。失礼します。ソケットに手榴弾入れてるんですか。すいません。名前とどこに住んでるかだけ教えてください。埼玉県出身のカズキと申します。カズキさん、よろしくお願いします。夜の人に入りたいと思う熱い気持ちを教えてください。そうです、自分本当に学生時代から、はい、ちょっと有名になりたいっていう気持ちが強くて、やっぱり YouTuber になりたいっていう気持ちが大きかったんですけど、やっぱ周りの、まあ今の時代じゃないですけど、周りの意見とか考えると、やっぱり就職とか大事に進んだらいいかなと思ったんですけど、それで就職したんですけど、まあ、やっぱり有名になりたいという気持ちっていうのは諦めきれなくて、で会社をちょっと思い切って辞めてしまったんですけど、まあその時にちょうどこのタイミングよくこうオーディションあったので、動画を見て元気が出たとか言われた時にすごいやりがいを感じるとしたんですけど、自分も元気をもらう側じゃなくて元気を与える側になりたいなと思って募集しました。熱い、めちゃくちゃ熱い。レモンやさむれ。なるほどね、はい、じゃあ運よくこのタイミングで会ったと。はい、運よくナオトがやめてくれたと。いや違います。やっぱりナオトさんの気持ちも含めてし、なるほ
ほどね。でもしもフィッシャーズが新規オーディションを募集してた場合はどうでしたか。どっちに入りました。え、それはもちろん本当ですか。本当ですよ、本当ですよ。募集が開催されたらどうですか。いや、それは本当にもう逆に離れますね。なるほど。カズキです。カズキさんの家で東海オンエアの新規メンバー募集が開かれてたっていうのはどうしますか。家から出てきます。そうなんですね。東海オンエアさんからスカウトされたらどうします。どうします。それはちょっと出ていくんですよね。はい、家から出ていった先にフィッシャーズの新規メンバーを募集がされてるんですか。いや、そこもまだもん。確かに。なるほど。じゃあそのところでコムナントの新メンバー募集がされたらどうします。いや、コムナントさんもバッと切り返して。なるほど。言うの良かったということですね。はい、はい、いい嘘でした。よかった。で、まあ最後、じゃあ特技とかあります。なんか一発芸とかでもいいんですけど、はい、なんかじゃあ夜ってことどうなんか入ったら盛り上げれるかみたいなのでも、はい、盛り上げみたい。やっぱり自分体張るほうほうこの手引いて大丈夫です。違う、ぽわーってなって。じゃあちょっとやったら大丈夫です。ちょっと大丈夫です。大丈夫です。じゃあ引いて、その前自分の体見せたいんで、おぉ、で、ちょい、すごい、ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいんで、はい、地球でちょっと、スポーブラザーズちょっと来ていくか。全然ないです。全然ないです。うっそ、待って、バリムキムキ、ちょっと、え、しよう、すごそう。こんな感じなんですけど、大丈夫ですか。地球で隠すけどね。よいしょ。正直自分のことはどうでもよくて、うん、やっぱりこう自分のこう行動の発言で、うん、入ってけへん。自分の行動とか発言でこう元気になったとか思ってもらえるように、うん、頑張りたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。あ、はい、どうぞ。どうぞ。何聞こえた？すごいな。びっくりした。めっちゃいい。すいません。どうぞ。すいません。いや、まだ見ててびっくりしました。すいません。それが緊張してしまいますね。逆にね、本物 YouTuber って思っちゃいます。まず名前と、名前マーチンか。マーチンちゃん。マーチンちゃん。違うだっけ。マーチン知らない。名前のどこに住んでるか。はい、名前は高杉直人で。お、えの、あー、え、の、おめでとう。あ、すげえ、すげえ。マジっすか。え、なんて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 。じゃあ俺ら呼ぶときこもないの。なんて、なんて。ここに住んでるんですよ。大阪に住んでます。あー、なるほど。じゃあ質問の方をやっていきたいと思います。夜の独り言に入りたいと思う熱い気持ちを教えてください。夜の独り言に入りたいという熱い気持ちは、その、精神的に、その、苦しんでる人とか、そういった人を助けるためにちゃんと笑いを届けて、少し一人でも助けられたと思ってここに入りました。今精神的に苦しんでるわけじゃないの。いや、こういう職業でも、わー、そうですね、人を笑顔にすることができますし、はい、はい、緊張してるのかな。元気、元気、元気、テンション上げました。緊張してる。あー、緊張してるか。なるほど、元気もらいに来たわけじゃない。もらいに来たわけじゃない。元気を返したい。
バタン、あげる側に行きたいと。はい、はい、あ、大丈夫です。大丈夫ですか？緊張大丈夫ですね。緊張しないで行きましょう。そう、タイトになるわけなんです。急に面白い。大丈夫。ちょっと顔しないけど面白い。いいですか？お願いします。昔はなんか教室でその小中高はゴミ掃除をしてます。ゴミ掃除？いや、これはね、だって僕ん家の掃除してたから。そういうこと言ってるんじゃないの？だからゴミ掃除得意だよって俺に言ってるな。まさか家事希望してるの？家事を希望してるの？家事担当じゃない、家事担当希望。真面目なことで言うと、YouTube とかやってるのにめちゃくちゃ冷たいんですよ。 YouTube やってるの？経歴で言えよ。ほんまやな。さっき言った動画とか撮ってるし、お兄ちゃんにはなんか、お前何してんねんとか言われたりして、友達とかなんか、すげえすんなめで見られてるし、うん、なんでチャンネル名、一応聞いていいですか？なめこってチャンネル名。なめこ、おかしいやん。あ、なめこみたいなことですか？はい、なんか友達から、悪口かなんかわかんないですけど、絶対悪口。悪口じゃん。結構偉人のような感じで、すごい。